スタジオレインあこんばんは今日も会えたね <laughs> 私たちすっかりこの居酒屋の常連って感じだよねでも約束してないのに会えるってなんかいいよね <laughs> ほらほらそんなところでボーっとしてないで ここ座りなよ <laughs> あなたって毎回私の隣に座るときちょっと恥ずかしそうにするよねその顔かわいいなーっていっつも思うあごめんごめんあんまりそういうこと言わない方がいいよねはいメニュー 今日もたくさん飲み交わそうねそういえばこの前一緒に行った水族館楽しかったね大人になってから水族館なんて行ったことなかったからかなりテンション上がっちゃったよそうは見えなかった <laughs> まあ大人だからあんまり顔には出ないように耐えてたよだって 子供みたいにはしゃいだら恥ずかしいじゃないそれより今日もお疲れだね顔に疲れたって書いてあるようん何何今日もあの先輩に理不尽なこと言われて仕事を押し付けられたのあの先輩いっつもあなたに当たりきついよね そういうい人がいると途端に会社っていう場所が地獄みたいに思えるよね辛い気持ちわかるな私もそういう経験あるもん相性の合わない人がいると会社に行くのも億劫になるよね会社も仕事する場って言っても結局人間関係が一番大事になってくる気がする 仕事しに行ってるんだから仕事だけに集中したいよねなんで周りの顔色をかかったりしないといけないんだろう仕事だけしてればいいじゃないって怒りたくなるときない私は結構あるよ会社だから仕事だけ結果だけ出してればいいでしょ飲み会とか親睦会とか 必要ですかって言いたい場面が結構 <laughs> でも言いたいこと言えばいいわけじゃないってことも分かってるんだあなたもそうでしょやっぱり仕事を回してるのは結局人間だもんね上司が機械にでもならない限り人間関係はついて回る気がするあとやっぱりチームだしね 足を引っ張るののも、も、助け合うのも結局人間関係の結果っていうかさ学校にいた時も人間関係でそれなりに苦労したけど会社でも続くとは思ってなかったなねそうだよね何歳になっても人間関係がつきまとってきて嫌になっちゃうよね人付き合いが得意な人は 羨ましいなって思うよ本当に生きてくのって大変 <laughs> あなたもそう思うでもさ大変なことも多いけど案外いいことも楽しいこともあるものだよね <laughs> 私にとってのいいこと知りたい <laughs> それはね こうしてあなたとと飲めることなーにあなたはこうして飲むの楽しくないの <laughs> 楽しいよねよかったやっぱりさ一人飲みもいいけど誰かと飲む方が美味しいし楽しいよね飲めるなら誰でもいいのかって <laughs> そうねやっぱり2人で飲むならあなたが一番楽しいかな <laughs> 何よそっちから聞いてきたくせに何恥ずかしがってるのもう本当に可愛いんだから <laughs> 何その疑いの目は 私はいつも本心しか言ってないわよあなたと飲めるのが一番楽しいのだってあなたはいつも楽しい話をしてくれるし元気に笑ってる姿を見るとなんだか私も嬉しくなるんだもんそんなあなたと飲むお酒がまずいわけないでしょむしろすっごく美味しくて いつも飲みすぎちゃうの私を酔わせられるなんてあなただけよ <laughs> いつも愚痴しか言ってないって <laughs> まあ確かに仕事のことを聞かせてもらうことは多いけどでもそれは誰だってあることじゃない私だって会社で嫌なことがあったら 誰かに聞いいいてもらいたいと思うしそれに嫌なことって誰かに聞いてもらった方がうまく自分の中で気持ちの整理がつけられる気がしない私はそうなんだよね嫌なことがあってそれをああだこうだ悩み続けるよりも慰めでもいいから大丈夫だよって言ってもらったり気持ちに同調してもらった方が早く立ち直れるんだ でも一人暮らしだとなかなか打ち明ける相手もいないんじゃないだからこうして出会った人に愚痴を聞いてもらうっていうのも一つの手だと思うのそういうことだからあなたも愚痴ばっかり言ってとかあんまり気にしないで溜め込んで心のバランスを崩されるくらいならどんなことでも打ち明けてほしいし。 まあだからといって私は大したアドバイスなんてできないからそれは申し訳ないんだけどねそれでも助かってるって本当ならよかったああそれを甘えてるなんて思わなくていいからこれはあなたが甘えてるんじゃなくて私が甘やかしてるだけなんだからねっ <laughs> 分かった <laughs> それならこれからはもっと甘えていいからねあなたにならどんなこともしてあげるなあに早速何かしてほしいことでも思いついた何何 <laughs> なになに遠慮せずに行ってみて <laughs> あなたのお願いってなんだろう なんかワクワクしちゃうなあごめんごめんなんか楽しくてニヤニヤしちゃったそれでお願いって何え耳かきしてほしいあごめん想像もしてなかったことで驚いちゃった別にいいけど どうして耳かきなのまあ確かにあれって自分でやるより他人にやってもらった方が気持ちいいもんねわかるわかるあれって不思議だよねほら美容院とかで頭洗ってもらうのもすっごい気持ちいいじゃないあれと似てるよね <laughs> だよね。それで耳かきは今してほしいのできれば家でああまあそうだよね私もさすがに耳かきは持ち歩いてないし <laughs> じゃあこの後、あなたの家に行こっかそこでやってあげるえ今膝枕っ 言ったひ膝枕で耳かきするのそれはさすがにやったことないしなんか恥ずかしいね初めてをちょうだいあいあいやらしい言い方をしないでよねああ違う違うあ今のは何でもないのちょっと 心の声が漏れちゃっただけほんと気にしないで <laughs> でも急に耳かきをしてとかどうしてそんなことお願いしようと思ったのそんなに耳かきが恋しかったさすがにそんな理由じゃないかじゃあどうしてうん？私が原因 どういうことこの前私が田中さんと楽しそうに笑ってたから嫌だったのそれがどうして耳かきにつながるのあもしかして嫉妬したとかそれで自分のものだーって証拠残したかったとか <laughs> ちょっと そこで黙ったら本当みたいでしょ否定しなってちょちょっと待って今私のことを好きって言った <laughs> と唐突すぎない <laughs> 突然そんなこと言われても私い嫌だなんてまさかう嬉しいに。 決まってるじゃないだって私もあなたのことずっと好きだったんだからだから嫉妬してたかもって思ったらすごく嬉しくてさらに告白とかああどうしよう嬉しすぎてお酒が人生で最高に美味しいかも <laughs> はあ 最高に幸せだ <laughs> やっぱり人生ってそう捨てたもんじゃないね <laughs> 恋人同士になったことだしこれで心置きなく耳かきができるよ <laughs> お腹いっぱい食べたらあなたの家に行こっかここじゃ恥ずかしくてできないけど家でならたっぷり甘やかしてあげられるからねお友達として たくさんいろいろな場所に出かけたけどお家に行くのは初めてだから嬉しいな <laughs> 大丈夫少しぐらい散らかってても気にしないからさあ料理食べちゃおうでは改めて乾杯ふぅ <laughs> お腹いっぱい。っぱお酒も美味しかったし何よりあなたと恋人同士になれたなんて本当に最高の日だなあここがあなたのお家では早速お邪魔しますあら案外片付いてるじゃない確かにあなたが言ってたように少し散らかってるけどね でも汚いってわけじゃないし普通じゃないそこまで気にすることないってじゃあ早速よいしょっとはいどうぞ何キョトンとしてるのあなたがしてほしいって言ったんでしょ膝枕ほら遠慮なくどうぞ <laughs> そんな顔赤くしないで私だって本当は恥ずかしいんだからねそんなに太ももに自信ないしやっぱり膝枕やめるそこのソファーに寝っ転がってくれれば耳かきできるし <laughs> 冗談よだからほら早く来てじゃないと 膝枕やめちゃうよ <laughs> はい素直でよろしいもっと体重乗せて大丈夫よじゃないとあなたも首が痛いでしょ大丈夫あなたの頭が乗ったくらいじゃどうってことないわそんなやわな太ももじゃないんだからだから 遠慮なくどうぞそうそういい感じよそのままリラックスね <laughs> 太ふふももの感触気持ちいいのうれ <laughs> しそうに笑っちゃってあごめんなさい違ったのねふふ <laughs> それにしても 彼女の膝枕が幸せだったからなんて嬉しいこと言ってくれるわね私も大好きな彼氏さんに膝枕できて幸せよそれにしてもそんなに素直に思いを伝えてくれるなんて <laughs> あなたって本当に可愛いいわねさあじゃあそろそろ 耳かかきしましまょうか私の初めてちゃんと感じてねまずは入り口あたりから軽くやってくねうんーこんな感じでいいのかな他人にやるって初めてだから力加減がいまいちよくわからないなどう痛くないこんな感じで 大丈夫 <laughs> そうじゃあこのまま続けるねどこかかゆいとことかあったら行ってねもっと奥分かったでも奥の方ってちょっと緊張するな痛かったりしたらすぐに行ってよ慎重に。 優しく…どうかゆいの取れた <laughs> それならよかったじゃあまた今度はもう少し浅いところをやるねだって奥の方は怖いんだもんこっちの浅いところだってこうやってコシコシしたら気持ちいいでしょ あなたの気持ちよさそうな顔を見てるとずーっとやっていたくなっちゃうなだから反対の耳もやらせてねはいそのままひっくり返ってそういい感じじゃあこっちの耳もやっていくわよ まずは浅いところをこっちも気持ちいい <laughs> ならよかったじゃあこのままやってくね少しだけ奥の方もうーんこっちの角度なんか難しいな耳の中傷つけても嫌だし やっぱり浅いところだけにしとこどう気持ちいいなんでそんなに顔赤いのもしかしてまだ膝枕なれないの <laughs> 本当に可愛いえ違うじゃあどうしてそんなに恥ずかしそうなのよん なーに声が小さくて聞こえないなんて言ったのもう一回言ってみて変な気分になったウ <laughs> やだそれってどんな気分よ <laughs> 面白いこと言うのねもしかしてちょっとやらしいこと フフ <laughs> なーんてね <laughs> ごめんごめんからかって悪かったわでもあまりにもあなたが可愛いいからついからかいたくなっちゃって <laughs> ごめんね謝るからすねないでほーらあなたの気持ちいいところたくさん耳かきしてあげるからどう 私って結構耳かきの才能あるんじゃないもうギブって <laughs> 耳かきにギブとかあるのあなたって本当に面白いのね私はもっとやってあげたいけどあなたがそう言うならこのくらいでやめておきましょうねはい耳かきは終わり次は 何したい何もリクエストがないなら私が行ってもいいあのね次はベッドに行かない変な意味じゃないのよただ今日はいい気分でたくさんお酒を飲んだからちょっと眠くなっちゃってせっかく恋人同士になれたんだし 今日は泊まってもいいでしょ <laughs> さあベッドに行きましょうほら起きてそうそうそのままこっちにはい寝て <laughs> その隣に私も寝ちゃいます <laughs> うん、あなたのベッドいい香りちゃんと洗濯してるんだ感心感心なあに私が隣に寝てるのがそんなに緊張するあなたの体カッチカチじゃないもっとリラックスしたらそれじゃあ眠れないよ そもそも居酒屋で一緒に飲んでる時もいつもこのくらい近い距離だったでしょ今更ちょっとくっついたくらいで恥ずかしがることないじゃない居酒屋の席で隣に座るのもこうやって隣で一緒に寝るのも距離は同じでしょ何が違うのまあ確かにこんな風に一緒に寝るのは特別な関係だからこそ だし緊張するのもしょうがないかでも恥ずかしいっていうのはやめてほしいかなだって恥ずかしいって言われるより嬉しいって言われる方が嬉しいもん <laughs> あなただってそうでしょねえこうやってギューってされて。 どういうい気持ち私の体温安心する私はあなたの体温を感じてるとすっごく安心するよずーっとこうやってあなたに抱きつきたかったんだ私もあなたを独り占めして自分のものだって思いたかったの。 ねえ今はそう思ってもいいよねあなたは私のものだって自慢してもいいよねもちろん私ももうあなただけのものだよ <laughs> 嬉しいなもう遠慮しないで好きなだけぎゅーって。 してもいいんだよねねえあなたも私をぎゅーってしてくれないひょっとしたらこれ酔ったまま眠って見てる夢かもしれないじゃないだとしたらもうずっと起きたくないなきゃっびっくりした急に力強く抱きしめすぎ 夢じゃないって証明したかったの <laughs> ありがとう。驚いたけど、あなたにギューってされて、夢じゃないんだって、ちゃんと分かったよ。あなたの腕、力強くて、あったかい。<laughs> それに、あなたの胸の中、すっごくいい匂い。 あなたの体温感じながらあなたの匂いを嗅いでるとなんだかすごく眠くなってきちゃうきっと私を抱きしめてるのがあなただからだねねえあなたも私の体温と匂いで眠くなってきた今日は。 このままお互いにギューッてしたまま寝よう <laughs> すっごく幸せな夢が見れそう <laughs> あなたもきっと幸せな夢が見れるよ <laughs> ごめんね急にキスしてでも幸せすぎて全身の細胞であなたを感じたくなっちゃったの ほら、猫とか犬とかのお腹に顔を埋めたくなるあの感じ <laughs> 人って大好きなものは全身で感じたくなる生き物なのよ。きっと。だからね。<laughs> 何回でもキスしたくなっちゃう。あなたもこの気持ち。 分かるでしょ好きな人にはギューってするだけじゃ足りないのもっと愛してるって伝えたいし分かってほしいどう私の愛は伝わった顔赤くしてるだけじゃ何にも伝わらないわよほーらあなたの口で。 ちゃんと言って。私はもちろん大好きよあなたの声も体もその優しさも全部大好きだから今本当に幸せなのあなたも幸せ感じてるそれだったら嬉しいな ねえ私ねこれからもあなたをたくさん甘やかしてあなたを絶対に幸せにするからだからこれからもずっとそばにいてねこの腕を離しちゃダメよ約束ね <laughs> 私のキスにも 早く慣れてよ、ね、はぁ、あ…じゃあそろそろ寝よっか私ももう眠くてふ <laughs> でもあなたと一緒に眠れるなんて本当に幸せおやすみなさい いい夢を最後までご視聴いただきありがとうございます今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいですそれではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう